俺に世話して俺に必要とされてるって感じで喜んでるんですよ。そんな女いるか。いるんですって。服脱ぎっぱなしにしても畳んでくれるし、どんなに散らかしても片付けてくれるし、弁当箱洗わなくても次の日ちゃんと作ってくれるし、小言は言うけどなんだかんだ必ずやってくれるんですよ。お前それ何何？お母さんの話？え？お母さんって偉大だよね。何にもしなくてもさ、何でもやってくれるし、どんなにダメな自分でも結局は受け入れてくれるし。松下が一緒に住んでる人の話です。そうだよ。だからお母さんでしょ。いやお母さん以外ありえなくない？他人だったら一緒に住んでられないでしょ。